天皇小論坂口安吾。日本は天皇によって終戦の混乱から救われたというが常識であるが、これは嘘だ。日本人は内心嫌なことでも大義名分らしきものがないと嫌だと言えないところがあり、いわば大義名分というものはそういう意味で利用せられてきたのであるが、今度の戦争でも天皇の名によって矛を捨てたというのは狡猾な表面に過ぎず、なんとかうまく戦争をやめたいと内々誰しも考えており、政治家がそれを利用し、人民がまたさらにそれを利用しただけに過ぎない。日本人の生活に残存する封建的欺瞞は根強いもので、ともかく旧来の一切の権威に懐疑や否定を行うことは重要で、この敗戦は絶好の機会であったが、こういう単純な欺瞞がなお無意識に持続せられるのみならず、社会主義政党が選挙戦術のためにこれを利用し、天皇制を支持するに至っては、日本の悲劇、文化的貧困、これより大なるはない。日本的知性の中から封建的欺瞞を取り去るためには、天皇をただの天皇家になってもらうことがどうしても必要で、歴代の三領や三氏の人気なども科学の当然な検討の対象として、すべて神格を取り去ることが絶対的に必要だ。科学の前に公平な一人間となることが日本の歴史的発展のために必要かくべからざることなのであり、科学の前に裸となり、ただの人間となってもなお日本人の生活に天皇制が必要であったら、必要に応じた天皇制を作るがよい。人間天皇は機関として尊卑を論ぜられるのは当然であるが、単純に政治的にのみ論ぜられるべきではなく、一応科学の前で裸の人間にした上で、さらに宗教的な深さに戻って考察せられることが必要だと思う。人間から神を取り去ることはできない。そのような人間の立場をも否定しては政治は死ぬ。日本と天皇の関係が神の問題に相応するかどうかは今後の問題だが、一応天皇をただの人間に戻すことは現在の日本において絶対的に必要なことと信ずる。Thank you.